あ、しくた。ちっちゃい。かわいいの。来た。また来た。また来た。これがめっちゃ釣れるんですよ。おスキニーシャイナーのマジックシャット。来た。押して一発。やばい。でかい。でかい。でかい。マジ。これアフターだ。よっしゃ。でかい。で、岩に引っ掛けて、こう、エビとかゴリを意識させて、こう、ふわ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 して、まあ、ピンテールだけ動かすね。で、釣りました。で、コスト 6.5 の。3.5 フリリグ。まあ、追い川だったりワカサギ、追っているバスが、結構確認したんで、確認できたんで、こうラビッツテールですね。これで、まあ、ツージャークして止めて、ツージャークして止めての、釣り方で。で、まあ、顔際に 0.9 のネイルシンカーを少し入れて、沈まして使っていきたいなと思います。スティーズスピナウェイトの8分の3で濁ってるんで、ちょっとアピール強くするためにダブル、じゃあタンデムウイロー。で、スターリングシャットの 3.3 をトレーダーにしてちょっと巻いていきたいなと思います。シグネットラッキーだな。水深は浅いな、2メーターぐらいだな。これはダメですね、ここは。ここも。お、来た。マジか。食った。え？あ、バレた。食ってた。でかかった。嘘でしょ。これはダメです。ほら、粉になってる。めちゃめちゃ雰囲気あるけどな。基本外れた時はあんまりシェイクしない方がいいですね。外れた瞬間結構ずっとシェイクして止めてするけど、もういないか。いや、もう一匹いただけ。マジか、あのバス釣るだけ全然違かったな。おっしゃ、おっしゃ。でかい。絶対でかい。よし。でかいでしょ。飛ぶ飛ぶ飛ぶ。でかい。めっちゃでかい。落ち着け。ゴージャップだ。よし、かい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 。取らせてくれ、お願いします。お願いします、お願いします。走んな走んな走んな。来い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 。来る来る来る。っしゃあ、来た。でかい。ルアーは、ジグヘッドの 1.4g に、ネコストレートの 5.8、
岩に引っ掛けてずっとシェイクしてシェイクしてじらしてじらして、まあ岩に対して浮いてるメス、まあ、プリスポンスね、こういうずっとじらしてじらしてしてるとラインがスーッて走りました。やりました、はい、5ジャップでかい、ナイス5ジャップありがとう。51センチ2キロオーバーありがとう、ありがとうね。しゃあ10本目で51センチ最後に来ました。今使ったリグが、バザーズジグヘッド SS の 1.5 グラムに、ネコストレートの 5.8 インチのジグヘッドアッキーですね。これで釣りました。